きたいと思います。昨日はミオちゃんとその双子の姉妹が村に迷い込んでしまって、そしたらいきなりあのお姉ちゃんの方が何者かに取り憑かれてしまってシンクロニティをしてしまって連れ去られたので、今取り戻しに行ってるところですね。いつものドナルド助かる、いつもドナルドではないんですけど、うわー、今日も緊張するぜ。へい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 、今日は調子いいぜ。今日はね、今日ちょっとカメラとの相性もいいですね。はい、行きましょう。ガー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 シパロー。あれどこだ、こっち、あ、この奥だな。うわー、早かった。みつきは見つかったのか。誰ね、みつき初耳なんだけど、初耳なんだけど、初耳学なんだけど、みつき出たー、はいはい、うわー、写真ね、あのごめん、写真ね、ゆうえ写真撮らなきゃいけないらしいんだけど、スバルさ、動作薄すぎて。え、なに、坂本龍馬って。ここが港。あ、え、誰、やばい、人釣り上げられてるじゃん。こんな綺麗だったんだ。口にすることすら禁じられた。ボルデモットじゃねえか。そして見てはならない場所、双子の巫女がいるよ、みんな。え、似すぎでは、スバル。ちょっとミオシャに似すぎ。あ、なんか落ちた。あ、椿の実がさ、落ちるの不吉って言うよね。首が落ちてるみたいで。これさ、吊り下げられてるの人なんじゃないの。スバルそっくりじゃん、ふざけんなよ。古い日記のようだ。あ、でも民族学者、その民族学者がこの遮影機をさ作ったってこと。この地方に伝わる、被災は赤荷祭と呼ばれ、双子の巫女を持って黄泉の門を封じる。赤荷祭には本祭と呼ばれる定期的に行われる祭りと、その祭事が失敗した時に行われる。うわ、すごいね。あの、なんかリスク管理すごいね。影祭りがあるというそれらの祭事が全て失敗し、黄泉の門があふれる厄災のことを大粒内と呼び、なるほどね、門から死者があふれ天を閉ざすと記されている。宗像が幼友達であるキツキとムツキという双子の少年の行方がわからないという。あ、このイツキとムツキのどっちかがあの白いさ、青白い少年なのかな。もし彼らが見つかれば儀式に関する話を聞けるかもしれない。なるほど、新しいキャラクターが出てきた。双子の少年もいたのか、ね、おお、え、ちょっとねえ、なんだお前、ビビらせやがってよ。おじゃめり、おひなさんだ。うおー、ムビ、おいおいおい、ちょっと待てよ、ちょっと待てちゃ。一緒だって約束したから二人で逃げたの。なに、何持ってるの。死んじゃった。お姉ちゃんだ。みんな死んじゃった。怖い怖い、生首とか持ってないでしょうね。お姉ちゃん。え、誰。ミオ、何があったの。誰かが私を呼んでた。絶対戻ってこいって。そしてもう一度儀式を。儀式って、あれだ、赤荷の。一緒にいよう、ずっと。様子がおかしい、うん、約束したじゃない。とにかくここから出よう。あ、でもなんか見つかってよかったね。初見さん、いらっしゃい。今ね、ホラーゲーしてます。一枚取っとくか。カワウィーね、カワウィー、君カワウィーね。はい、じゃあこのままね、行きたいと思います。なんだか懐かしい。変なこと言うんじゃない、お前ここで生まれたいだろ。おい、ちょっとミオシャ。大きなひな壇にひな人形が飾られている。女の子が住んでいた屋敷、部屋だったのだろうか。あのさ、向き変わってない。こっち向いてた。え、おい、やばいだろこれ。ほら見ろよ。ほら。させるかよ。スバルが姉ちゃんを守れた。まだまだ。ほら。そう、これね、カカカカっていうと。ほら。これでね、なんかね、コンボ技が決めれる。
しよし。おい姉ちゃん大丈夫か、ごめんなタンクにしちまってよ。あーそんな顔で見ないでよ。これやばいやばい。エラー配信出るの巫女が天に通され蝶となり、蝶となりで村を助くる。パッパと言いますよ。あれ、あ、ムービーだ。あ、そう、お姉ちゃんね、足怪我してるからね、こういう歩き方すんだよね。お姉ちゃん、お前また一人で先行く。血がやばいな。え、怖っ。待って、めっちゃ怖いじゃん。これあれだ、さっきの妹が立てたポジションだ。お姉ちゃん、どうしたの？何？何でもない。え？声がおかしいよ。早く逃げなきゃ。そうだね。ああ、光ってる。これは取んなきゃいけない。なんかこれなんか怖くない？大丈夫か？いやあ、すげえやばい！ちょっと待って、やばいやばい。うまくはやばい。扉の向こうからかすかな気配を感じる。いや触るで、ね、おいこれじゃ触るよな普通。あ、すいませんお邪魔します。すいません、なんかキラヨシケさっきキラヨシカゲいたよな。ちょっとビビりすぎちまったよ。ちょやばい、ちょ遅いじゃない、怖いから。なんで取らないの、うるせえ、取れないんだよ怖くて。なんだこれ、あ、調べれる。え、床に穴が開いており1階が見えている。覗く。うっ、あぶねえ。でもこれ取れないのか。わあ、双子海市の地、あれは心を病みて自ら罰へと身を投げた。多分お母さん死んじゃったんだね。実は苦痛を食らいて休むると言われている。姉が妹を、え、姉が妹を殺める。え、赤にえって二人とも死ぬんじゃないんだ。お姉ちゃんが妹を殺すんだ。なるほど、お姉ちゃん殺したくなくてさ、殺したくないから逃げちゃうよね。待てよ。すっごいトイレ行きたくなった。一瞬待って、ねえ5秒待ってて。5秒でね、帰ってこれてよかったですね、本当に。やっぱ5秒だよね、5秒。ちゃんと拭いた？拭いたに決まってんだろ、バカが。わぁ！止められた。まれびとを逃げとする祭り。まれびとだ！よかった。
ったトイレ行っといてあんなんマジで漏らしてたわあんなん。イニシエの山村では通りがかった。おーいい、ほら見ろ、客人を生贄として祭りを行う風習があった。判事たちは私を捕らえるときにマレビとなんちゃらとなるなどと言っていたように思う。なるほど、この民族学者をマレビととして生贄にしようとしてたんか。変態だ。攻撃する気なくさ、足にすがりついてくんのマジのさ変態臭くない？やば、めちゃめちゃ地下深くまで降りるな俺ら。いい加減にしろよマジで。おじゃめり、わーねえリングじゃんマジで、こんなんリングじゃん。この人は何もないのか。じゃあ奥に行きますか。ミオ、ここを開ければ出られるよね。開けれないですね。あ、待って、なんかある。わー、ほら見ろよ。やえじゃないぞお前、一回ね、ビンタしてね、目を覚まさせよう。おじゃ、怖っ。すごい、なんかいっぱい。うわー、待て、危ない。ちょっとごめん、殴られちゃった。まだ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 。うやーわ、クソがよ。お前、棒で叩かれる。母さんにも叩かれたことないのに。残る記録を見ても過去これほどに罰の正気が強くなったという記述は見当たらない。忌み人の半数が正気に飲まれ狂い罰へと飛び降りた。この罰がどこなんだろうね。新たにこれ忌み人であってのが作らねばならぬ。罪人をこれに当てる。このままでは数年のうちに罰があふれる。娘たちを赤にえとして儀式を行うしかない。八重とさえのくさびを急がなければ村のためだ。なるほど、なんか本来は別にいたのかな、生贄が。ダメー、お前もうすぐ儀式の年になる。いつきくんとむつきくんの儀式では、じゃあいつきとむつきも儀式をしたんだ。沈められなかった。今度は私たちの番。私はさえと一緒に村を出る。いつきくんが私たちを逃がしてくれる。あの男の子の名前はいつきだ。私たちはずっと二人で一緒に暮らすんだ。ずっと一緒だって約束したから。やえ、私は本当は逃げなくてもいい。でもお姉ちゃんと一緒にいられるならどこへでもついていく。だから置いていかないでさえ。結構さ、今のスバルたちの主人公とシチュエーションというかなんか関係性が似てるんだよな。やっぱりあの男の子の儀式じゃ沈められなかったんだ。神様変態か。男ではない女をよこせって。双子の女しか許さん。わあ、後ろにいますね。ごめんなさい、神様変態とか言ってごめんって。このアイテムも何？あ、なるほど。鍵が開くのかか、私が踏んでるから。うわ、やばい、これゼルダで見た。なるほど。八重とさえは鬼また鬼なんていうの、なりし少年にそそのかされ村を出たようだ。これがね、いつきくんですね。サビにより抑えたとはいえ罰の震えはまだ静まらぬ。2人を捕らえなければ、捕まえられなければこの村は罰に飲まれる。奇跡か。みんな漢字の読み方すごいな。やっぱり間違ってる。いつきくんの言う通りかもしれない。宗像くんの先生を罰に、これ生贄のことだね。もうやめなければいけない。客人を、村に来た客人を生贄にするっていう話があったから、これ多分生贄だと思う。もうやめなければいけない。むつきくんみたいに人がいなくなるのはもう嫌。助けて差し上げなくては。これメモがちょっといりますね。罰を鎮めるためだから仕方ないのかもしれない。私たちが、赤煮えになればそんな人出なくなる、なくなるのだろうか。何かを話す。なるほどね。ここを踏むと鍵が開くのかな。私が踏むからだろうな。私が踏んでるからさあ、これで一緒だよ ね、 ねフラグやめて死ぬじゃんお前。
まあね、約束かどうかはね、この先のこれ何？これ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 がさ、スバルさ、この中人なんじゃないかって思ってるんだけど、みんなどう思う？この縄の中スバル人だと思うんだけど。生贄にされた。来た鍵。やばい。何？え、笑ってる？これこれこれ。ちょっと笑ってるとこ恐縮なんですけど、アイテム取っちゃっていいですか？八重は戻らない。さえを見捨てたか、あるいは森で果てたか。くさびを済ませた巫女であれば、八重一人でも罰をしばし抑えられるかもしれん。残されたわずかな記録に従い、妹なる巫女一人で儀式を行う。やっぱり一人だったんだ。やば、なんか鳥肌立ってきた。大丈夫ですか？やばいよ、ボス戦かな。一人だけ殺されちゃったんだ。だから妹が泣いてる。お姉ちゃん、どうしたの？どうしたの？私たち、やっぱり逃げられないよ。なんで？何言ってるの？一緒に行こう。ね。え、怖い。どこ見てるの？笑ってる。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、これやばいな。逃げなければよかった。ここが。みんなが呼んでる。呼んでません。いや、スバルもさ、これさ、前世がさ、この双子だった説をさ、推してたんだけどさ、なんかね、なんか違うんじゃないかというような気もしてきた最近。階段降りたらすぐ振り返ってお姉ちゃんの方見る。え、なんで？怖くない？なんでそんなことすんの？スカートの中見れるの？バカかよ、マジで。怖い。左、儀式の書、赤き羽。後なる巫女が先なる巫女に刻みし、赤き蝶は罰より戻り村を守る神となる。多分後なり巫女がお姉ちゃんのことかな。先なり巫女に刻まれるか、これが妹のことだ。赤にえなき年に罰が共鳴せし時は、明道せし時は、くさびを持ってこれに当てる。くさびは皆神のもの、神のものにあらざるものをこれに当て、即身仏となして罰に捧げる。くさびとなるものの受けし、苦痛が大きけるほど罰の震えは静まる。くさびには皆神のものにあらざるもの。どういうことだ。あ、みなが村、みな、ここの村の名前がみなが村だから、そういうこと？村人たちをってこと？苦しめさせないとダメってこと？納める。罰は黄泉より入れし、人ならざるもののもん。罰を除くべからず、罰を除きし目は罰となりて光を失う。罰を聞くべからず、罰を聞きし耳は罰となりて心を失う。だからなんかこのやばいワードを聞くとマジでやばいことになると思うね。二つの体を持ちし巫女は赤にえの儀式にて一つとなり、罰を鎮める神事となる。後なる方は人の世に残りて世を見守り、先なる方は罰を通りて地を鎮める。だからこれがお姉ちゃんが妹を殺すっていうことだよね。良い時期にまれびとが訪れた。これが民族学者のことですね。あの男をくさびとなして陰祭を。陰祭ってことは、これはもう一回儀式が失敗したから行う祭りね、を取り行い、罰を塞ぐしかあるまい。なるほどね。だんだん謎が解けてきた。このゼロってさ、つまりさ、好きなところがさ、このね、効果音がいい。なわけないだろ。ねえ、もう4時なんだけど、やだやだ、このゲームおもろいからずっとやっちゃう。お邪魔、メリメリメリ。こんなところに閉じ込められたら泣いちゃうんです、スバル。あぶ、あー、首が、首落とすのやめな。はいはいはい、ざまない、ざまなんちまな。民族学者のお部屋だ。うつろ、あ、もうなんかいつの時代かわからないが、古からこの地に存在し、現世と黄泉をつなぐとされている穴。蓋を開けると恐ろしい災厄が起こるという言われている。この地に伝わる黄泉の門伝説の源だと思われる。さまざまな古文書や文書では意味ごとされ、罰と記されている。生贄となる者の苦しみがうつろを封じる力となるとされている。あ、そうなんだ。苦しみが力になるんだ。意味人、祭りが行われる年になると、うつろを覗き見ぬように目を縫われる。あれだ、罰ってうつろだ。怖いね。普通にやばいな。でもスバル、こういう怖い話大好き。
この地方では双子とはもともと一人であったものが分かれて生まれてきたと信じられているようだ。アカニエサイとは、二つに分かれた体が一つに合わさるとき、その巫女は神の子としての力が生じると、姉が妹を殺しかな、うつろへ投げ入れると記されている。なるほどね。ここから出よう。出るよ。膝ついてる場合じゃない。足を挟め。やばいやばい。お姉ちゃん。どうすんの。ダメ、開かない。どうしよう。そこから体をねじ込んで出てこい。探してくるから、ここで待ってて。行かないで。え、ここにいて。そんなこと言われても。大丈夫、すぐに戻る。さっき約束したじゃない。ちょっとおかしくなってるね。置いてかないで、もう置いてかないで。そう、トラウマがあるんだよね、この二人。怖っ。手を離さないで。え、これね、一番最初、最初手繋いでたんだよね、これ。で、離れちゃったんだよね。って言ったら落ちちゃったんだよな。で、足が折れちゃったんだよ。これマジでトラウマだよな。行かないで。そんなこと言われても。このままだとお姉ちゃんが。このままでもいい。ここにいて、ずっと、ずっとお姉ちゃん。おかしい、ちょっとなんかやっぱね、取り憑かれてるわ。置いて、行かないで、行かないでよ。これどっちで言ってる。すぐに戻るから、本当にすぐに戻るから。これ多分ヤエと、ヤエとさ。お姉ちゃん。え、また私を置いていくの。これサエの方だ。ま、置いていくんですけどね。ま、ね、おもろくなってきたね、マジで。男の子がいつきくんなんだよね。で、多分いつきくんがお兄ちゃんだったんじゃない。で、ムツキ君を殺したんじゃないのか。鍵を探さなきゃ。写真撮っとくか。え、待って、やばい。これお化けに反応するから、やっぱちょっとお化けが取り付いてる。行かないで、ここにいて。こんなはっきり聞こえることある。行かないで。ごめん。置いて、裏切るの。ねえ待って、これさ、あのさ、マルチエンディングって聞いてるんだけどさ、意味分かり始めたわ。これ2人とも助かるエンドか、お姉ちゃんがそこに閉じ込められたまま生贄になってしまうエンドかとかじゃないのこれ。後ろに、後ろに。私たちが逃げたせいで。何？クラだ。たださ、ただただ、あ、こっち。八重じゃないです。諦めないで、必ず出られるよ。お前いいやつだな。なるほどな。なんかさ、しきたりってさ、いやスバルね、しきたり嫌いなのね。もうしきたりとか嫌いだから、もうなんか、なんかあの野営的な行動に走りがちなんだけど、でもやっぱりさ、他の人の命とかがさ、かかってるってなるとさ、それ安易にね、安易にできないよね。ねえやばそう。何ここ、何これ。通路だったんだな。あ、危ない、危ないよ。何これ。何も入ってないよ。後ろ。あれ、びっくりした。これあれだ、目を、あれだよ、うつろを見ちゃった人だよ。目が縫われちゃってるって言ってるからさ。お姉ちゃんのところに急がないと。せやで。よし。わー、やばい、めっちゃ怖かった今の。はい、さあ何が映し出されるのか。うわ、怖っ。え、
出てきた。こっから逃げたのかな。そうだよね、これ多分さ、あそこから逃げ出したんだよ。八重ちゃんかな、八重ちゃんなのかな、さっきの。え、別キャラなの、あれ八重ちゃんじゃないの。もう水の音怖い。これさ、ゼロってマジでさ、水の音とかさ、環境音がいい。お姉ちゃんを探しに行こう。待って、光った、光ってる。どれだ。え、おい待って、お姉ちゃんいなくない。あれあれ、あれほど固く閉じていた扉が開かれている。お姉ちゃん、すぐに戻ってくるって約束したのに。このおい、赤サビ隊長必要ないじゃないかよ。あれ、え、お姉ちゃん消えたんだけど。眉の書き置き、紙の上に古い紙に何か書かれていた。むつき、いつきくん、ごめんなさい、会って謝らなきゃ。千歳ちゃんにも。お姉ちゃんの、お姉ちゃんの字のようだが。白髪の少年の写真をファイルに閉じた。この子に会えば何か分かるかもしれない。じゃあもう戻んなきゃいけないんだ。え、ここからは二人で行きましょうか。連れ出してくれたんだ。振り返らない、二人で逃げるって言ったのに。わあ、同じじゃん。これでさ、いつきくんが捕まった、捕まっちゃったんじゃないの。なるほど、多分シンクロしてるんだと思う。これ生まれ変わりの説はないかなって思ってる。いや考えずに、ケツね、血がつながってんのかな。たまたまにしてはね、場所もね、場所も似てたしね。あ、いた、あ、いた、お姉ちゃん。やばい、首がやばい、やばい、怖くない？怖すぎ、怖い。よし、死んでくれ。よっしゃー。そこには一部の軍師や忌み人が呼ばれる特別な人間しか立ち入ることが立ち入ることが許されない。その場所が黄泉の門であるとしたら、被災は地下で行われているのだろうか。なるほどね、さっきのエスバルたちがあったところだね。じゃあ今日この辺にしとく。5時になっちゃったから。うーん、早い。よいしょ。なので、ちょっとね、一旦今日はこの辺でね、終わりたいと思います。